ちらががキャラ編。はい、どうもニヤニです。本日は仮面ライダーギーツ第33話の予告考察をやっていきたいと思います。いやー、前回はまさかのエースが負け、そして道長が邪魔神になって世界を作り変えた32話だったわけなんですが、その次のね、この第33話からは新シリーズ墓場編がスタートします。いつも通りですね、テレビ朝日のホームページと仮面ライダーウェブを見る前に、墓場とはどういう意味なのか、みんなと一緒にね、見てそれを知った上で進めていきたいと思います。ということでね、この墓場、もうすでに意味や使い方知ってるよって人何人ぐらいいますかね。まあ、このね、墓場とは親しく思う気持ち、特に異性を恋慕う気持ちを表す言葉だそうなんですよね。このね、親しいとはって感じもしますよね。親しいは主にある特定の人間に憧れる家を表すという意味だそうで、まあ類語で言うと懐かしいや恋しいだそうです。この親しい、懐かしい、恋しいの使い分けというのがですね、まず1番、懐かしいは特に過去の事柄や離れていて今は会えない人、物などについて言うこと。そして親しいはさっきも言ったんですけど、ある特定の人間に憧れる意を表すということ。そして恋しいは人間、物、場所などに心惹かれてじっとしていられない気持ちである意を表す。心が惹かれる度合いは産後の中でも最も強い、異性に対して用いられることも多いというふうにね、書かれておりました。まあこのね、親しいの意味はある程度ね、ここまで聞いて理解はできたかなというふうには思います。意味は分かっても、まだまだね、この正しい使い方が見えてこないですよね。異性に対して恋焦がれる場合にこう使われることもあり、愛おしい人が遠く離れたところに行ってしまった場合などにも使うそうなんですよね。少しでも近くにいたい気持ちを表す意味があり、好きという気持ちが心の中から溢れ出るような状況を墓場と表現する意味もあります。言葉で語り尽くすというより、心の中で思い描くという意味の方が適切で、墓場と同じような使い方をされる単語で連城っていうのがあるんですよね。で、墓場と連城を比べた時に、まあ連城の方が強く恋心を表現できるそうで、連城はどちらかというと対人という印象で、墓場というとですね、まあ先日した通り人にも使えるし、こう連城とは違い国境や家族にも使えるそうなんですよね。となると、今回の新シリーズの墓場編では、まあネオとね、キュンの恋愛模様であったり恋模様が描かれて、まあエースの母を思う気持ちであったり、ケイワの両親への思い、そして道長の、まあこれは同性ではあるんですけど、トールへの思いや故郷への思いなども描かれるかもしれません。またこれね、長く過去にいそうな未来人たちの故郷への思いももしかしたら描かれるんじゃないかなというふうに思いますよね。前回までの同国編のメインはネオン、そしてまあエースも若干入ってたんかなというふうには思うんですけど、今回からの墓場は誰がメインになるのか、今のところね、全員が該当しそうなので不明ではありますよね。ということでですね、一応墓場についてはですね、この辺でいいですかね。さあ、ちょっとね、長くなってしまいましたけど、ここからが本題です。いつも通りみんなと一緒にテレビ朝日のホームページと仮面ライダーウェブを見ていきたいと思います。まずはテレビ朝日のホームページから。バッファが邪魔神となり世界が作り変えられた。エースとケイワの消息は不明のまま。記憶を書き換えられたネオンは鞍馬家霊嬢として平穏な日常を送っていた。一方、デザイアグランプリの再開を目論むチラミはビジョンドライバーを奪還するため新たな仮面ライダーを召集させる。しかしその動きを察知した道長は全てのライダーをぶっ潰す力を発動した。始めようか、仮面ライダーガリオ。続いて仮面ライダーウェブの方を見ていきましょう。ようこそバッファの世界へ。ジャマトグランプリを制し自らの理想の世界に作り変えたのは東道長。邪魔神となった道長は全ての仮面ライダーを潰し、デザイアグランプリが存在しない世界にしようと動く。鬼人のごとく攻め込むバッファを前に次々と散っていくライダーたち。やがてバッファは未来人たちにも牙を剥き始める。いよいよ追い詰められるデザイアグランプリの運営陣。このままバッファは全てを終わらせることができるのか。いやー、これはちょっと読めないですよね。ほんまに、ま、全く読めない。
なんとなく分かったのは、次回33話にエースとケイワがおそらくこれ出てこないんじゃないかなっていうところですよね。多分ね、この高田ポリスはサラがケイワのね、あの捜索願いを出してるシーンなんじゃないかなっていう感じがするんですよね。あと気になるのはこのね、ベンとジョン、わからなりね、妄想ベースにはなりそうなんですけれども、気になるポイントに絞ってお話ししていきたいと思います。本日のポイントはこちら。1. ベンとジョン参戦。 2. サラも参戦。 3. チラミ退場。 4. 道長にキャラ変の可能性。以上のポイントについて語っていきましょう。ニャニャチャンネル Ready? ポイント。ベンとジョン参戦。いやー、ついに来ましたね、このベンジョンの変身。ここまでこうねやってたらさすがに変身しますよね。例えばこれね、あの変身完了待たずして道長に攻撃されて変身せずに終わるパターンってあると思います？皆さん、これこのパターン、ね、一応なくもなさそうってちょっとね思ってるんですよね。というのもですね、めちゃくちゃこのね仮面ライダーの裏事情的なところになってしまうかもしれないんですけれども、次回バッファが一応パワーアップするわけですが、使うアイテムが新アイテムではなくてフィーバーなんですよね。で、見た目も、まあ、そこまで大きな変化はなし、まあ、角が大きくなって大きいマントがついたぐらいなんですよね。これ本来ならおもちゃを売る大チャンスだとは皆さんこれ思いません？人気キャラでもあるこのね、道長の強化フォームのアイテムは売れるとは思うんですが、多分ここでバンダイストップが出たんじゃないかなというふうに思うんですよね。ここはちょっと一旦やめとこうと。今回は角とマントだけでフィーバーでやってくれ的な感じでね、このねフィーバーの在庫を減らしてくれみたいなね、あの指令が出てるんじゃないかなと思うんですよね。これでフィーバーの在庫がどっと減ったらバッファの強化もう一段階行こうみたいなね、でその時に新アイテムを作ろうみたいな感じになってるんじゃないかなというね、勝手な妄想をしてるんですよね。墓場編突入と同時にこのね謎の女性新ライダーとベンジョンが来たら、例えばこの新規造形のマスクが最低でも3つ必要になるんですよね。なのでこのバッファの強化フォームは現実的にちょっと無理だってなって、バッファの強化か、まあ新規造形のマスク3つどっちかにしましょうと。じゃあ新規造形のマスク3つ以降ってことで、バッファの強化は一旦見送られて、即席強化フォームみたいな形でこのバッファが生まれたんじゃないかなともね思うんですよね。でさらに予算がもうかなり厳しい、でも物語は盛り上げないといけないっていうね感じなのであれば、まあ新規造形のマスク1個しか無理です。なんとかしてください。じゃあこの2人変身すると見せかけて、バッファが変身完了する前にライダー狩りをしてしまうっていう感じのねパターンにも思えるわけなんですよね。まあ変身はお預けっていうねパターンもだからこうまあまあありそうなんじゃないかなというふうに思うんですよね。この2人の変身した姿はねめちゃくちゃ見てみたいわけなんですよ。でもこの最近のねこの新発売されたおもちゃでいうと、このレーザーレイズライザーとかってまだおそらくねおもちゃ屋さんに行っても並んでなかったような印象があるので、もしかするとねまだその再販がされていないというか、もう大量にドッと出る再販がされていないってことは、まあおそらくその予算的な部分でなかなかこう難しくなってしまっているのか、まあなかなかこうねドッと出しても売れないんじゃないかなともね思ったりもするんですよね。なのでこの2人の変身する姿っていうのは、もしかすると V シネ仮面ライダーナーゴに置いておくみたいなのもねありえそうな感じがするんですよね。サラも参戦。結構今までサラも変身する、もうするやろ、次こそはっていう感じでね思ってたわけなんですけども、ついにその時がって感じがね今回ちょっとするわけなんですよね。結構序盤でもですね、サラって元参加者なんじゃないかって話をですねしてたわけなんですよね。でもまあ8話かな、あのケイマのね ID コアに触ってサラが記憶を取り戻したわけじゃないですか、あのシーンで。で元ライダーだったみたいなことは全く語られなかったことからですね、サラの元変身者っていうのがねなくなったような感じもするんですよね。でも今回このね黒白コアはおそらくこの画像のライダーかなと思うんですよね。そうなるとこの仮面ライダーは多分初参戦ではないような気もするんですよ。というのもですね、この32話のラストでスエルが持っていた ID コアなんですが、この黒白コア以外は
もうみんなね、見慣れている ID コアだとは思うんですよね。で、全員が元参加者で、なおかつ他にも変身しそうなベンとジョンも元参加者で、このコアの使用者だけが初参加っていうのは逆にこう違和感ではあるかなとは思うんですよね。サイのように元参加者の新登場キャラもいたからですね、この女性ライダーも既存キャラではない可能性もね、全然あるわけなんですけれども、実はサラはこの8話の時点ではケイワに元参加者であることは明かさずに隠していたって展開でもね、全然いいんじゃないかなって思うんですよね。サラがもし参戦するなら元参加者じゃない限り即退場してしまうくらい弱い仮面ライダーになってしまうと思うんですよね。第2話で平のように変身はしたけど活躍する間もなく退場は全然あり得ると思うんですよね。このね、無双状態のバッファが相手なら特にね、元参加者であっても即退場してしまいそうなわけなんですけど、これね、次回このね、謎の女性ライダーは誰が変身するのか、サラなのか、それともツムリなのか、それとも新キャラなのか、非常に楽しみです。ジラミ退場、次回無双状態のバッファと対峙するのがとりあえず今戦える状態のチラミとジーンということで、これね、なんでチラミが変身できるんやって思いません？皆さん、ビジョンドライバーって今ベロバと道中が持っているはずですよね。まあその話をしてくるとね、かなり長くなってしまうんで、その話は一旦置いといて、チラミはまあなんかね、結構燃えてそうな感じがありましたよね。実際に予告映像では戦闘シーンが描かれてましたが、気になるのはこの爆破シーンなんですよね。この爆破の前に変身解除されているジーンがいて、その奥で爆破しているわけなんですが、これ絶対チラミがどえらい攻撃受けて散ってますよね。これもうね、次回チラミ退場で決定だと思います。今までね、なんか怪しいなとか、まあ、ドジすぎてなんかこれやってんぞ絶対って思ってたわけなんですけれども、もしかするとこのチラミもギロリ同様アホだった説がこう濃厚になってくるんじゃないかなというふうに思うんですよね。そうなるとゲームマスター全員アホ説っていうのがね、また新たな説として出てきそうな感じがしてるんですよね。道長にキャラ編の可能性、さあ次回このバッファの強化、結構ね楽しみじゃないですか。使ってるアイテムはフィーバーやのに今までとなんかね見た目が違う、これはねおそらく神になったからっていうのがね、まあ理由だとは思います。ゾンビで、武器がチェーンソーで、そしてスーツアクターが縄田さんで神、次回なんかねこの道長キャラ変しないかなって心配になってくるんですよね。32話ではね、懐かしのフレーズを言っていました。戦わなければ生き残れない。次回33話では、私は神だみたいなことを言わないことだけ僕は願ってます。ということでですね、今日はね、この辺で終わっておきましょうか。この仮面ライダーの変身者は一体誰なのか、そしてベン・ジョンはちゃんと変身ができるのか、またね、これね、朝からみんなと一緒にね、この33話楽しみたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。視聴者、ここまで見たのであればチャンネル登録高評価をしなければならない。結局7時は間に合いませんで、ちょっとねこの時間になってしまったわけなんですけれども、来週はね小水辺もないし、土日結構家でゆっくりできるかなと思うので、まあ来週はスケジュール予定のねスケジュール通りの配信スパンになるんじゃないかなというふうに思いますので、また来週よろしくお願いします。